主は万死に値する。この世で最も不幸になるべき人間よ。主だけはこの手で殺してやる。若き御空で国をとどめるは困難であろう。我が政を教えてやってもよいのだが。確かにこの身の未熟ぶりは恥ずべきこと。なれどその思うしてすがれはいたしませぬ。主がいれば織田に連なる者すべてが従うか。いや、何よりそんなことより。ダメ、難しい顔をしないで。蝶はみんなを和ませなければいけないの。主の慈悲とやらで人が救われるか。あなたの手腕により人は幸せそうですね。さらば主にも裏がある。そうであろう。かもしれません。国治めの匠といえばやはりあの男よな。おい、腹からよ、主の導きを学びに来たぞ。抜かせ、探りに来たの誤りであろう。貴様にそんな殊勝な心があるものか。黒だよ。我は戦のほかでてんてこまいでな。我に代わって賭けよう。糸間つぶしにはよかろう。ああ、お前さんの代わりに走り回るって。そうさせたいなら鍵よこしやがれ、畜生。それ見たことか。我のくくりなどこの程度よ。愛すまぬが席を外してはくれぬか。ここからなら揺らめくあれがよく見えるのよ。それは趣深い話だが、先客は私でね。来るならば真心でも携えてきてくれたまえ。行部、見ての通り西の主は小生だ。お前さんや三成よりはうまくやれるだろうよ。我の汗水も知らず軽々言ってくれる。主がそこまで怒られたがりとは知らなんだ。行部、豊臣と三成の名を守ったのはお前だ。こんな時に迷惑だろうが礼を言わせてくれ。それはなんだ徳川、そのゆとった瞳は。十万の者に慕われるがゆえの運情か。身を起こせば世々が震える。めでたきことよ。憎いぞ、破滅を垂れ流せる主が憎い。変わらぬなど死んでいるのと同じことだ。この世で最も堕落した者、織田信長、無数の風穴を開け地獄に帰るがいい。む、むむむ、このかぐわしい香りは花だ。凍る大地に燃えて咲く一輪の花。花だと？どこに咲いている？我らをたばかるな、このカラスめ。久しぶりだな、松姉ちゃん。ついでにトシもな。ほらほら、犬千代様、ちゃんとなさりませ。彩花殿がお見えになっているのですよ。あ、孫一姉様、遊びに来てくれたんですね。やれやれ、愛も変わらずか。時の運と言い訳はしない。我らの甘さだ。祭りだ祭りだ、わっしょいしょい、やれ騒げ、それ歌え。賑やかな祭りだな。我らは場違いか。血の匂いをまとっていてはな。しか
めっ面してねえで笑えよ、さやか。いつもそんなだと眉間にシワができるぜ。カラスめ、言ったはずだ、今度その名を呼べば撃ち殺すと。なあ孫一、わしの下で働かないか。いいだろう、この契約を果たした後にな。戦の規模に大小などない、戦は戦、ただそこにあるものだ。私を拒み家康に飼われたかメガラス、どこまでどこまで豊臣を愚弄する。誰に雇われたのかは知らないが、孫一、お前はお前の戦をする。そうだな、呼んでいる我らを。いや、私が呼んだのか、あの男を。最古の盟約に従い、魔王、お前と契約する。意志なきお前を滅ぼし尽くす道を誓う。世が無権の性に絡みて英語を彩るか。次ながらいし者の死死孫孫まで受けんとす。痛む心をごまかすのも限界だった。誰を騙そうと自分だけはごまかせない。官兵衛殿、今日は見せたい盆栽があるんじゃ。おお、なんてこった北条殿。実は小生もちょうど手を出そうかと。行部、お前さんをぶちのめす日が来た。主の暦は間違っておるようだな。正しくは穴蔵送りの日よ。ウェルカムバック、ジャーシー。5年もののザビー水で乾杯しましょう。そいつは小生の口には合わんのだ。やめろ、やめてくれ。ああ、おまはんもしぶといやっちゃの。穴蔵はついの住処じゃないんで。くっ、調子がいいと思ったらこれだよ。今からでも引き返してくれないよな。なあ、たまには小ずるいこと禁止にしないか。もとより貴様相手の策などないわ。我とて知略の無駄遣いはせぬ。歩く無能、物言う無策、生きる失敗、貴様の呼び名には困らぬな。はっ、何を今さら。その手のあだ名は腐るほど持ってんだよ。飛雲、彩花、新三、万難、不遇、貴様など斬滅された方が幸福だ。勝手な言いがかりをつけんでくれ。小生なりにいいこともあるんだよ、まれに。めったに見られない名所じゃないか。小生、穴蔵人生長かったからな。さあ来なさい、嵐を呼ぶこの弓で海賊なんか撃退です。はっ、夕闇の羽の方。そんな、いきなり困ります。いないの、みんないない。一は一人。あの、一緒にお散歩しませんか。私たち、そのお友達ですし。孫一姉様、お元気ですか。鶴姫が遊びに参りました。やれやれ、姫は相変わらずだな。ほどほどにしないと巫女の名が泣くぞ。鶴の字、てめえ、俺に堂々と喧嘩売るとは、随分とでかく出たもんだな。た
旅のついでに退治してあげますよ。覚悟はいいですか、海賊の兄貴さん。うわ、用があるなら並んでください。私のお顔に何かついてますか。鶴姫ちゃん、早くいい女になんなよ。俺精一杯応援しちゃうからさ。はあ、私の海が海賊に。もう容赦しませんよ、成敗です。ここはもう俺の海だ、手放す気もねえ。潔く諦めるんだな、鶴の字よ。はあ、宵闇の羽の方、お目にかかってぜひあなたのお名前を。何用だ貴様、手駒に使えぬチリアクタは消えよ。剣もホロロです。妖怪屋敷、お祓いしなきゃダメですかね。次は天下統一だ。古きも新しきも全て受け取って、この俺が天下を治める。お呼びじゃねえぜジェントルマン。お呼びじゃない、なんだねいきなり。飛行から来ておいて実に失敬だよ正宗君。かけるか、青木龍。あんたが相手だ、そりゃたけるさ。参る。いい城だな真田、ありがたく頂戴つかまつる。政宗殿、たわけたことを。この雪村全力でお相手いたす。いざ。悪いな家康、最強もろとも潰させてもらうぜ。おっと独眼竜、ついに牙を剥いたか。借りを返しに来たぜ石田、でかい借りをな。誰だ貴様は。家康に組みするゴミか、ならば存在すら許可しない。死滅しろ。そうるい、ちょいと邪魔するぜ三代目。珍しい客人だ、盛大にもてなすとしよう。我ら最下の流儀でな。いいのか、それは俺が一番嫌う手だ。急を据えに来てやったぜ共有のおっさん。竜の刀、さていただくとしようか。どこからでもかかってこい小僧。武田のおっさん、お前。拳を交え、拳と語り、拳で確かめた。独眼竜、間違いなく天下人の器だな。そうかい、なら天下は俺がいただく。文句ねえよな家康。秀吉が待ってるぜ、メイドであんたをな。貴様、即刻私に殺されろ。そして秀吉様に詫び、二度殺されろ。よう参られた政宗殿。この雪村、我が真田丸本陣にてお待ち申す。なかなか様になってるじゃねえかなあ武田の総大将。本能寺だと、まさかあのおっさん。わお、魔王は伊達じゃねえってか。ふん、血をのたうつ蛇風情が何事かある。